今回は PPC という銃の分類を紹介していきます。他の銃器の分類と差別化を容易にするために、その前に PCC と似ている分類を2つ簡潔に紹介します。1つ目はサブマシンガンです。第一次世界大戦では銃機関銃の弾幕を避けるために、地面に塹壕を掘って戦闘をしていました。そして、塹壕内の敵を一掃するのに、ライフルでは取り回しが悪く時弾装填も遅い。これを改善するために誕生したのが、サブマシンガンです。サブマシンガンの使用弾薬は、拳銃と同じ弾薬を使用し、取り回しも良く、発射速度も高いです。しかし、当時は命中精度が非常に悪かったようです。第二次世界大戦になると、戦車の登場や戦場の変化、命中精度の悪さから開発競争は多少落ち着きますが、一応優秀なサブマシンガンもいくつか誕生しました。東西冷戦の頃、ドイツのヘッケラー&コッホ社が高い命中精度を持つ MP5 を設計製造すると、ハイジャック事件で効果を発揮し、世界が注目しました。しかし、現代戦ではボディーアーマーなどを着た敵が多く、サブマシンガンの使用弾薬である拳銃弾では貫通しなくなりました。次に登場したのが、パーソナルディフェンスウェポンです。パーソナルディフェンスウェポンは、サブマシンガンの長所であった機動性を保ちながら、短所の貫通力の低さを改善するために誕生しました。使用弾薬は汎用小口径高速弾で、拳銃弾より高い貫通力を発揮しました。ベルギーの FN ハースタル社の P90 が、ライペルー日本大使公邸選挙事件などで使用され、戦果を確認できます。最後にピストルキャリバーカービンです。ピストルキャリバーカービンとは、拳銃弾を使用するカービンです。銃規制の緩和している国でも、パーソナルディフェンスウェポンは法的に所持が困難ですが、ピストルキャリバーカービンは、ショートバレルライフルとして所持可能です。ライフルより取り回しが良く、ハンドガンより安定するとして、競技用の人気が上昇しています。以上です。ご視聴ありがとうございました。